皆さんこんにちは。今回は岡山市京山に来ております。今映っている画像なんですけども、京山ロープウェイ遊園という場所なんですよね。1956年に開園して1998年に閉園したということなんですよね。もともとはこのロープウェイで上に上がることができたんですけども、今は登山道ができてまして、歩きで行くことができるんですよね。ちょっと今日はね、そちらの方に行ってみようかなと思うんですけど、こうやってね、見るとね、ちょっと気になる部分がね、ありますよね。この左の方に飛行機、戦闘機かな?ちょっと気になりますね。それでは、早速行ってみましょう。はい、というわけで今日も始まります。今日はですね、京山に来てます。隣がね、池田動物園なんですよね。で、こちらもともとロープウェイがあってのことなんですけど、まあ今完全に入れない状態になってます。中国の珍獣レッサーパンダ、はい、で今日の舞台なんですけども、こちらですね。ソーラーパークは5時に閉館しますと、これもね、あの登山道みたいな感じなんですよね。ご注意くださいと。もう何時 ?5 時。今日はね、ちょっとこちらを登っていこうかなと。よいしょ。もともとはロープウェイでね、行けることができるエリアなんですけど。ここがソーラー関係の施設でございます。もともとはね、このいや遊園地だったんですよね。こういうね、柵をしている先には、まあ、アトラクションとかね、
あったりするんですけど、まあ、こうやって柵をしているので入ることはできないということになってます。で、この先がまあアトラクションですよね。こんな感じになってるということですけど、まあこれ柵がね壊されてますけど、まあこの辺にしとこうかなと。まあ、大変ね危険なんで柵が施されてると思います。で、今日の見どころなんですけども。まあ、唯一解放されているというか、まあ、その関係の人から聞いたらまあ全然自由に見ていいということを前回聞きました。はい、ここです。できないようになってます。はい、これです。前ね、何回も来たことあるんですけど、これがね有名な場所です。これですね、これ昔ね使われてた戦闘機でございます。まあ70年代ぐらいですかね。もともとアメリカのね戦闘機なんですけど、日本も使ってたと。 F-104J、 はい、この横に爆弾みたいなのが燃料タンクということです。その当時の、まあ、遊具がどこかな、この中に何かあるんですね。鳥人間、今遊具が残ると。すごいですね。なんかこれ当時はここでね、なんかイベント見てたんですよね、ここで。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回はこういう形で行かせてもらいました。まあ5時までは上に登ることができるということになってます。まあそれ以降は閉まってしまうと。まあ行ける部分としてはそのロープウェイの後の部分と、あの飛行機が見えるということなんですよね。 Google マップでもなんかそういうあるよっていうようななんかタグみたい、タグというかまあポイントみたいな感じで載ってますけどね。ぜひ皆さん時間があったら行ってみてください。まあ山登り的な感じで楽しめるかなと思います。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。